あのね、このお便りを見た時に、こうやっぱスポットライトがなかなか当たってない。あースポットライトが当たってないね。そうそう、でそれを聞いた時に、私が、あ、この話聞きたいなと思ってパーッとメモをしたのが、まあ一つはやっぱゾイドだったんだけど、でまあメダルゲームって言ったらダイナマックス。あ、はい、一番こうゲームセンターで実際やってたなと自分も、っていうのと書き込みラブ電車でこうですね。そう、うん、でその旅情編を思い起こした時に、カツ丼カツ丼事件があったなって あれはまあ電車でゴーの旅情編をやるにあたって、坊ちゃん電車っていうのが使われるので、実際実物を見に行こうじゃないかってことになって、現地にね。現地まで行ったんだよね、四国だっけ、四国。四国で俺とヤギちゃんとサウンドカラーはね、であと企画屋さんと他の人も何人かで、だから6人ぐらいかな。で行って、それで、到着して、まあ腹が減ったと。でとりあえず、昼飯食べようことになって、まあ、比較的開けているかのように見えたんだけれど、こう手頃に入れるお店ってもっといっぱいあって良さそうなんだけど、なんかね、なかったんだよね。なんかいわゆるチェーン店がなかったって言ってたよね。だから例えばファミレスっぽいのとか吉野家っぽいのとかさ、なくて、それで、まあ、唯一の蕎麦屋っていうか、蕎麦屋さんみたいな、そういうところに入って、で俺はもう必ずカツ丼だからそうだね、カツ丼注文して、もうカツ丼が食えると、お腹めっちゃ空いてて、そうこのすきっぱらにカツ丼はうまいぜと、楽しみにしてたんだよ、食べりながらね、で来ましたと。でカツ丼来て食い始めて、あれって思って、本来たくあんであるべき小皿、それがさなんか赤いんだよ。おで、あれこれ大丈夫かなと思って、でまあカツ丼食い始めます。で卵の甘さとカツ丼の甘さ、で、あ、そろそろ箸休みにそのしょっぱさが欲しいなと思って、その小さいお皿の上に乗ったものを食べたら、あれなんだっけ、福神漬けだった。そうなんだよ甘いじゃん福神漬け。なんかカツ丼ガッと口に入れてある程度甘くなった頃に、しょっぱいたくあんだぜって思ったら福神漬けだったと。ショックでさ、俺そっから怒りまくりだよね、小さい声でちょっとさ、普通さカツ丼にはたくあんじゃん。なんでかっていうと、甘いの甘いの甘いの食べて箸休めにしょっぱいの、これが最高至高の時じゃん。甘いの甘いの甘いの食べて、食べたら福神漬けでやっぱり甘かったなんて、これ最悪じゃん。カツ丼として成立しないじゃん。ブツ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 さカツ丼屋さんじゃないしね、そこ木蕎麦屋さんだし。でも関東じゃそうじゃん。まあそれが土地柄なのか、それとも本当にね、最悪の場合たまたま切らしてて、福神漬け出したかもしれないんだよ。ダメだろう下一言言ってくれよ、あ、今日たくあん切らしちゃっててって、じゃあそのお店はいつもそうだったのかもね。その辺ずっと全部そうかは知らないけども、少なくともそのお店は活動に福神漬けだったんでしょう、かもしれない、ただね、いわば出張じゃないけど、ちょっと遠くから行って帰ってきて、真っ先に行ったのが俺さ、カツ丼食ったらさ福神漬けが出てきた。どんだけ怒ってんだよそんなにたくあんじゃなくて怒り狂う人いるっていうぐらい怒っててだって大好きじゃんカツ丼。知ってるよ、カツ丼が好きなのは知ってる、でもたくあんがなくて怒り狂っちゃうのは知らない初めて聞いた。あ、そうだったんだ、たくあんが良かったのね。だって変な話、家でカツ丼を食べるときは必ずしもたくあんはないじゃない、まあね、カツ丼オンリーじゃない、だからいっそのこと何もついてなければ何もなかったわけだよ、多分、そこに福神漬けがついてきたからがゆえに怒ってるんでしょそう、激凛に触れてしまったんだよ。どこに激凛設置されて
甘いの甘いの甘いの食べて甘いのって来ちゃったらもうはぁってなるしかないじゃん。だ当たり前にたくあんだと思ってるから、うん、ピントを合わせてないんだよね、うん、視界の隅がなんかちょっと赤いなと思ったとしても、うん、もうお腹も空いてるしすごいウキウキしてたんでしょ、うん、カツ丼だって言って、うんうんそれでいざふっと箸を伸ばしたらたくあんじゃねえとお前誰だよまあ参ったねあれはそうだね全く作曲に関係ないんだけども、うん、これはね私のもう超お気に入りエピソードなのよ、うん、たくあん事件っていうかカツ丼事件えそんなとこまでわざわざ坊ちゃん列車の実物見に行ってねそうそうそう印象に一番残ったのそこって真っ先に報告するのそこと思って強烈だったのでまたそこに居合わせた人たちもかわいそうだなってそんな世界一どうでもいい怒り激凛を聞かされて美味しく食べてんのにお腹空いて疲れた体でやっと食べてんのにたくあんじゃなかったといううっかりよどうでもよくないなんて口が裂けても言えないわけじゃないめっちゃ受けてたよ企画屋さんそこでそんな怒るって思うじゃんこの人の沸点は何なんだろうそう書き込みラブをね、うん、結構遊んだよね、うんうん、だって詩書いたでしょ詩書いてまあでも、うん、あの詩の原案というか原詩、うん、元になる詩を書いたのはヤギちゃんなんだけどね、うんうん、それをもうちょっとこう形を変えて言葉をちょっと変えたりして、うんうん、作り直してっていう感じとにかく二人で昭和歌謡曲を作ろうかっつって、うん、それは面白そうだからって言うんでやったんだけどね昭和歌謡曲なのに、うん、内容は自作自演の狂気みたいなねああ、かっこみらずね、うん、あすごい可愛いさ、うん、声じゃない、うん、歌声は、うん、それでいてあの当時まあある程度認知はされてきてたけども、うん、そういう自作自演、うん、そういうことがあってもおかしくないんじゃないかみたいなことを考えて、うん、なんかねそのヒントをくれたのがヤギちゃんだったかな、うん、なんか2人で打ち合わせしてる時に書き込みっていう言葉をくれたのがヤギちゃんだったと思うなんとかラブにしたかったんだよ、うん、で書き込みっていう言葉がワードが出てきてあそれいいじゃんっていう話になって、うんうん、書き込みラブっていう風に決まってあれわざわざねそうオーディションしたんだよねそうだよね、うん、だってレコーディング風景かなんかの映像見せてもらったもん歌ってたああそうだそうそうだそうだうわすごーって思ってうんそう、それでなんか歌い手さんをどっかの事務所に来てもらって何人か歌ってもらってちょっとアイドルっぽい感じの歌い方する子に決まったんだけど実はもう一方いらっしゃってもう一方はねあのなんて言うんだろうもうちょっとあの歌を歌ってくれた方よりもおとなしめっていうか、うん、あの歌を歌ってくれた子がこう天真爛漫でパーンってしてるとすると、うん、もう一方はもっとこう奥行っちゃうタイプの人で俺は聞いててあれってドキッとしたのはそっちの人だったんだよね、うん、そっちの人が歌って出た時にもうちょっとこうしてくださいもうちょっとああしてくださいってその場で歌ってる人に対して注文をつけてたんだけど、うん、それでドキッとしたのはその人だったの実はだけど時間がなさすぎると思ったこの人にこれだけの歌唱指導をして行って完成させるにはレコーディング期間がなさすぎるイメージを伝えきってねそう、うん、だからそれよりもじゃあもう出来上がってるのはこっちの子だから、うん、こっちの方にお願いしようっていうことになったんだけど欲を言うと俺はあっちの方で試したかったんだよねあで同じように感じてた男の人が事務所にいたの、うん、それオーディション終わった後に、うん、いや時間があれば俺あっちの方にお願いしたんだけどっつって、うんたらドキッとしましたよねってその人言っててああじゃあその人の引き出しには合ってたんだ、うん、あったんだねきっとその要素が、うん、そうだってすごくさ本当にあれはもちろんだから出来上がった書き込みラブって、うん、すごい可愛らしい声だからこそちょっと怖いんだけども、うん、何にもこう悪気がなく
やってる感じが、うん、だからそれはそれでそうなんだけど、本人の中にじゃあそれが本当にあるかって言ったらさ、うん、心当たりが多分ないんじゃないかなって、うんうんうん、でもしかしたらそっちの人にはあったのかもしれないよね、その要素が、うん、まあそれに通ずるような、ね、うん、そうそう、どこかのほのぐらさがあって、うん、それがこうドキッとさせる、うん、リアリティみたいな、うん、だからね、俺その人にね、まるまるさんは、うん、この人のアルバムを聴いてみたらいいかもしれないって言って、うん、アドバイスをして終わったんだけどね。あ、そういう感じの歌い方で言ったら、うん、すごい魅力的だよと、うん、あのね、なんつったかな、ちょっと調べるね、うん、伊藤、本当に昭和歌謡曲のスターの人で、うん、伊藤だけは分かんだけどな、伊藤ゆかり、そう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 、伊藤ゆかりのアルバム聞いてみたらどうですかっつって、俺がその頃伊藤ゆかりのその曲を聞いたんだよね、なんかアルバムかなんかに入ってて、うん、なんかドキッとするものがあったの、その伊藤ゆかりの歌い方っていうのが、うん、でそれに通ずるものがその人にはあったね、だからその伊藤ゆかりの歌い方を盗んだらいいんじゃないですかっつって、でもある意味そしたらすごくさ、唯一無二の声かもしれないよね。うん、そうね。まあただもともとその歌手志望ってわけでもないと思うし、うん、モデル兼歌も歌いますみたいな感じの人結構いたから、うん、どっちかっていうとこうなんていうの、ルックスの方が売りですっていう感じ。じゃあその方自身がそこからその歌の方を突き詰めたかどうかはわからないんだ。わかんない。うん、でもすごいね。だってそれこそルックスでさ、うん、職業やってるのにそういう声も持ってたってことでしょ、うん、そう、だその引き出し方がその瞬発力っていうのが、うん、その時間に合わなかっただけで、うん、あれはもったいないと思うけどなまさかカツ丼事件からそんなレコーディング話が聞けるとは。まあ昭和歌謡曲はね、どっちかというと得意分野だったから結構サクサク作ったよね。うーん、最初とっかかりの一曲を作るのは結構時間かかったけど、うんうん、それでも、どんくらい、まああんまり覚えてないけど、他は1週間ぐらい、4日から1週間だ、俺にしては最速で作ってった感じかな。なんかさ、書き込みラブが入ってるさ、データ CD ロムみたいなやつの中のさ、うん、2曲目にさ、パパを取り合う曲入ってなかった？あ、あるある、あったよね、うん、あれは何、旅情編で使われてる曲、うん、あ、そうなんだ。そう、スイートスキャンダルってやつ。そうそうそう、旦那さんのことを奥さんと娘が張り合ってる。そうね、曲あったよね、うん、あれはカズが言った、うん、だって DNA は私のもんだからねって言ったのがヒントになってる。そんなこと言ったの私。そう言ったんだよ。あ、確かにそうだなと。え、私は何、え、どういう意図で言ったんだろうねそれね。いや、なんかその張り合ってたんだよ、なんかで私の旦那さんだからみたいな。え、そんな可愛らしい時代があったんですよ。あった頃ですか、うん、え、でもそれ相当ちっちゃい頃だよね。そうでもないんだよ、だから。あ、そう？そう、あの時期からそれほどずれてないっていうか。ああ、そうなんだ。だからな、どのくらいだ、まあ、10代後半とか。うん、そんなもんだよね。あ、そう、うん、って何、張り合った私が、うん、だって DNA は私のもんだからねって、うん、そうか。でその奥さんは他人になるけれども娘っていうのは DNA を引き継いでるんだって思ってそれを歌詞の中に盛り込んで。おかしいな、最近はね DNA が消えねえよっつって私の脳みそにはきっと OGR ってシワが刻まれてるんだ刻印がね。その頃の私ピュアだな、うん。なんと前回に引き続き、うん、まあ、ちらっとお話ししたんですけど、うん、またお知らせがありますと。もう分かってるよみたいな感じだよねきっとね。あれだろみたいな。そうです、あれです。みんな大好きダライアスのね、うん、ダライアスコズミックリベレーション、いよいよねえ来ましたね。これも2月25日発売予定となっています。こちらの、特装版のオムニバス CD の楽曲を担当したと、うん、そうね、はい、まあシンプルかな俺にしては、なんか作りが、
何回かねこのラジオの中でもね、うん、視聴を流させてもらったんだけど、そう、うん、ちょっとシンプルで、違った方向、うん、だけれどもまあジーダラエアスのその先、うん、っていうのはこんな感じなんじゃないかなと思って、まあ、作ったんだけども、その特典の、あの CD もさることながらこのセットはいろいろめちゃくちゃ豪華なんだよねついててすごいんだよね。俺はねこれいいなと思って、その筐体のクラフトペーパー思いました、うん、すごく楽しみにしてるんですよ。そう、山折り谷折りとかあるんだろうなって貼り付けてね、そう結構だって複雑な形じゃん、うん、でも多分簡略化してくれてるとは思うんだけども、うん、これを作るのが本当に私は楽しみでね。これひょっとしてひょっとするとさ、うん、そんなことないのかな、 iPhone 横向きに多分ね、それはないと思う。ないか、うん、ここにもう入ってるから。あ、ただ下手すると加工が得意な人とかだったらできちゃうよね。できちゃうと思う、うん、画面のところに、うん、こう映るように、うん、プレイしている様子が。すごい前に、うん、俺それもらったんだよね。あ、そうだったね。東京ゲーム音楽賞で初めてかな、うん、初めて東京ゲーム音楽賞に出た時に、うん、昔の初代ダライアス筐体の形をしたミニチュアをもらって、うん、でそのガラスの面のところになんか透明板が入ってて、うんうんうん、これ何に使うんだろうなと思って、その筐体の画面のガラスにしてはサイズでかいし、うん、なんでこんなのが斜めに入ってんだろうなと思ってたんだよね。それであれと思って、もしかしたらもしかしちゃうんじゃないと思って、ある日ひらめいて、うん、iPhone を上に乗っけて映したら本当の三画面筐体みたいに映ってびっくりして、じゃあいつかこれをやろうと、うん、この映像を使って何かのこうイントロダクション的に、うん、この三画面の中からぐわーって弾いていくとミニチュアで実は、うん、っていうオープニングの何かの動画を作るときにそれやろうと思ってたのよ、うん、そしたらさ、なんかズンタタナイトでいやこれこうなんだよねみたいにすごい盛り上がっちゃって、あのバビちゃんたちがあー気づいちゃったかみたいな先にネタバレになっちゃった。そうそう、このさ筐体のペーパークラフト、うん、私がなんかちらっとね、うん、見た情報によると、うん、あのちゃんと台東ステーションのお店っぽくなる背景、うん、どういうこと、台東ステーションのお店っぽくなる背景。そう、台東ステーションに置いてあるじゃん筐体って、うん、基本的には、うん、それをね配布予定なんですよ確か。別個に、別個に、壁ってこと。そう、壁とねこうちゃんとせり出てる部分。へー、ほら別途配信予定の。おお、これテンション上がるでしょ、ジオラマみたいになってんのちゃんと。え、これ人形ごっこできるじゃん。そうなの、ネンドロイドとか、うん、オビツとか、うん、あの辺のドールではかどっちゃうようなポスターでしょこれ。そう、ね、え、これもついてるの本当に。いや、これは別途配信予定なんだそうです。だからこれね、その後の詳細は分かってないんだけど、その背景の中のポスターとか多分来るんじゃないかな、一緒にもう印刷されてるか分かんないけど、うん、別かは分かんないけども、うん、まあとにかくこれが作れますよと、この特装版についてくる筐体のクラフトと合わせて、うん、この一式が作れますよっていう予定なので、どうしちゃった台東これはちょっと楽しみだな、なんか垢抜けちゃってかっこいいじゃんこれはね、だからまあなかなかこうガチるのは難しいけども、うん、ちょっとしたらデコパネとか使って、うん、ちょっとだけ来れば、うん、それなりのものが誰でも作れるんじゃないかなと。そうだよね、そう思っていて、特にミニチュアが好きな人なんか、うん、いいと思う。来ればこれだけ、なんか植木とか植えちゃったりしていろいろ楽しむ、それっぽくする方法がそれぞれ個々にあると思うから、うん、自分はこんな風に作ってみたとかやったら面白いよね。できるよね、照明の当て方考えたりとかさ、うん、うわ楽しそう。 BGM ね、喧騒をつけてみたりね。あ、そういうの好きなんだよな俺実は分かってんだよ自分でくそまあそれがいよいよ出ますということで、うん、異常にペーパークラフトの話をする2人まあちょっと改めて告知映像を見ていただけたらなと、うんうん、そうね、思います。
あれは作業的にはそれなりに楽しかったかな、うん、だってもともとは歌謡曲作りたかったんだもんね。あ、本当はね、うんうん、時代が歌謡曲っていうのが消えなければ、うん、ね、こうアーティストばっかりの世界になんなければ作りたかったんだけど、うん、アイドルっていうのをこう作り上げていきたかったんだよね、自分が作曲して、うん、そう、そういうことをしてみたかったんだけど、まあどんどんアーティスティックな世界になってっちゃって、うん、もうなんか身内でね、うん、やる感じになってっちゃったからね。そう、だからスタジオでコムエスタ高橋にギター弾いてもらったりちょっと待ってね、ごめん私ね、ドクターハギーとコムエスタ高橋さんはね、名前が出るだけで笑うっていうなんか末期症状に駆られてるのよ。スタジオでレコーディングしてる時に、うん、コムエスタ高橋にギターを弾いてもらってたんだけどあのマクソンの貴重なオーバードライブを借りパクなされたと。そう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 貸したっつってたよね、うん、であれタイトルなんだっけ、あ、極東ニューヨークだ。お、極東ニューヨークストーリー、うん、あ知恵袋で出てる本人も忘れてしまった情報を。電車で GO、 旅情編の挿入歌の題名と歌っている人を教えてくださいまた聞く方法、 CD になっているのでしたらレーベル購入方法など教えてください。珍しい2006年の人だよね、すごいな、うん、で教えてくれてる人もまたいるのね。これっつって、うん、リンクを貼ってたんだよねこの人、これっつって。で挿入歌タイトル、極東ニューヨークストーリー、インスタントブルー、スイートスキャンダル、ああ今の言ってたやつ、うん、で書き込むラブだよね、すごっ。でその極東ニューヨークストーリーっていうのを、うん、コモエスタさんとレコーディングしてたの、うん、極東ニューヨークストーリーとか、うん、あと書き込みラブのギターをコモエスタ高橋に弾いてもらったんだけど、うん、スタジオでやってる時に極東ニューヨークストーリーの感想で、うん、結構自分で気に入った行動進行があるのね、うん、で2コーラス目に入るんだけど、コモエスタがこじあるしこの行動進行はないよみたいなこれ当たるよ歌い出しととかって言って、もうめんどくせえなと思っていいのこれでいいのなんとかコムエスタ高橋をなだめつつやいのやいのしながら聞いてもらって、うん、そう、で書き込みラブの時はこのギターの音色でやってつって、うん、で昭和歌謡曲の時代に南沙織っていうさ、うん、沖縄出身かな女の子が京平さん作曲でいたんだけど、うん、初期の頃のヒット曲でギターの音はこれだなと思ったのがあったから、うん、それをこう聞かしたの、この音作りをしてくれと、うん、で、うん、なるほどみたいな、すぐバーっと作って、うん、で弾いてもらってさ、楽しかったよ、思いしたこのやりとりは一回ね、なんだっけ、 DVDボックスかな、うん、の特典でさ、本村カエルっつってさ、サクサクをこうパロッたさ映像を撮った時にさ、コモエスタさんの話をした時にさ写真のワイプ出したじゃんあの顔よ、ギター弾いてる悪意しかねえよな写真使うっていうのはでも結局そのノリを引き継いでるんだと思うの、うん、このラジオの悪ノリって。そうね、うん、いじり倒すというか、うん、あれ本当好きだったからねもう出てくるたびに笑う、あのせいだもん、笑っちゃうの、コモエスタさんの話聞くと顔でギター弾くからね彼の場合は、あの顔でティンパニーを叩く高萩さんと、そう、顔でギターを弾くコモエスタさんね、そう、もうライブでフェイクの時なんかめちゃ目立っちゃってさ前の方どんどん行っちゃってさ向いてる、リードギタービビビビ弾いてさ、うおーとか脚光浴びんのコモエスタ高橋でさ俺じゃないんかいってお祭り男かいいよ、うん、
そう、それでなんかそうやってすごい笑ってた記憶の中で、ある時私がギターやってみたいっつってやった時に、うん、あのリレーとか持ってたやつを一式に貸し、ね、一通り貸してくれたんだよ、うん、でその時に、うん、いや本当はさマークソンのオーバードライブ持ってたんだけどさ、コモヒソに貸したっきり帰ってこないんだよね。そうなんだよ何と思って、その頃にだからその頃は別にギターは私別にやってたわけではないんだけども、いっぱいほらねバンプのせいで、うん、ギターの機材についてはいろいろ読んでたので、うん、マクソンのオーバードライブが当時 4,5 万かな、うん、かなりのプレミアついてたのは知ってたのよ、うん、でうわーってその楽器屋さんの神保町とか行って、うわーこれ高いなと思ったのも知ってたのにもかかわらず、本当は持ってた、それを持ってったのがコモリスタさんだった、うわーと思ってもうなんかこういろんな意味で一度もお会いしたこともないし、うん、一度も話したこともないのに勝手に好きっていうね。彼も花粉症なんだよね強烈な、あ強烈な方の、うん、多分お薬も飲んでないと思うんだけど、うんうん、あじゃあ気が合いますね。そう分かち合えるね花粉の時期は、もう辛さはねお互いよく分かる今日やべえなってなるね、うん、昔そのコモエスタと、うん、タマちゃんと3人で話してる時に、うん、ヒゲ剃るのめんどくせえよなって毎朝っていう話をしてて、うん、で必ず血出るよねっていう話をしたのよ、うん、ああ出る出るとかこもしたら言って、はあ、ちょっとこう膨らんでるところがあろうもんなら、うん、そこに髪の毛の中に引っかかって、うんうん、気がついたら顔中血だらけってことあるよねみたいな話したらタマちゃんがウケちゃってめっちゃ笑ってて、そのネタを本村カエルがねタマちゃんとしてるっていう話もあって、あしてたっけ、うん、そこ共感するんだ。そこはねやっぱりヒゲ剃るものとしてはいやヒゲ剃るものはそうだってさ引っかかるはもちろん引っかかってっていうのは分かるんだけど、多分ねそのやっぱ花粉症が重いっていうのも聞くに、うん、肌どっちも弱いんだと思うの、うん、ちょっとカミソリ負けしやすいのかなってちょっとした刺激でスッて切れちゃうのかなって、うん、だから人よりもしかしたら切れやすいんじゃない。いやそんなことはないと思うんだけどね。あ、そう、うん、それともあれ2人ともあの電動シェーバーじゃなかった。あ、そうかもね、うん、電動シェーバーってね、うん、結局残るんだよ、うんうん、だから夕方とかにブチブチなっちゃうから、うん、根元からこう、でもそうしようと思ったらそりゃそうなっちゃうよね。そう何枚刃とかだからさ、うん、ピッて引っかかってね。何どこ共有してる俺たち顔血だらけ同盟みたいなあれはある、なんかダイナマックスはある。あダイナマックスね、うん、ダイナマックスな、もうガオーが主役だからさあいつほんとインパクトあるもんね。またほらちゃんとしたゲーセンっていうかさ、うん、こうスーパーとかの一部にある子供向けじゃない、うん、ちゃんとタイトステーションとかに置いてあるやつってさ結構リアルに作ってあるじゃない、うん、恐竜が。あ恐竜ね、うん、もうガオー一発だよねって企画屋さんに言って、うんうん、あれは本当効果音主体のゲームだから、うん、曲はまあそれらしい感じにして、すごいスポットスピーカーがさついてるイメージがあるの。あもうその座席の人に聞こえるように、うんうん、だからちょっと外れると下手したらほとんど聞こえない、うん、やっぱみんなほら状況が違うじゃん演出によって、うん、だからこっちからもなんか左右からみたいなドーンってスポットスピーカーがついてたなっていう、うん、迫力なのよね。なんか例のデモ曲なんかわけもわからず作ってたね。あどうしようこれどこでまとめようとか思って、すごい感覚に従ってた。そう、うん、であここからここにつなげちゃおうっていう感じで、うん、間を切ったりしてこんな感じで作ってたな。でそれを作った後はなんか楽だったかな比較的。デモの部分がもう流れがまとまっちゃえば、うん、そうカラーンって鐘の音が鳴るやつがあるんだけど、うん、それはなんかね恐竜が絶滅をする時の鐘みたいなイメージで作って、うん、それが一番気に入ってるかな自分としては、うん、単純なフレーズの繰り返しなんだけど、うん、その哀愁っていうか、うんうん、そういうものが終末感、うん、自分としては感じられて
トランペットだからね、メロをやってるのはね、うん、うん、そうね、そのくらいかな、ダイナマックスで話すっつったら。この前久しぶりにダイナマックスの筐体を見たのよ、うん、まあ全然あるとこはあるんだけど、うん、あ、現役稼働してると思って、うん、で、あ、やっぱ相変わらずかっこいいなと思って、うん、近づいたらなんか張り紙がしてあるの、うん、で、何だろうと思ったら、故障により恐竜の口からメダルが出ませんって書いてあって、ダメじゃん、もう魂抜かれてんじゃん。そこが売りじゃんだって。恐竜が目の前までは来るらしいんだけど、あの恐竜の口から出ないけど代わりになんか横から出てきますみたいなことが書いてあって、やるそれと思って。もう直すあれもないんだろうな、多分ね。もうだって一番最後に出たやつでさ、結構前でしょ。カタン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 ってメカの音はきっと虚しく響くんだよね。出そうとするからね。そう、それでも稼働はしてるんだと思って。まあだからオーパーツ見た時にいろんなゲームからの寄せ集めだったじゃんあれって、うん、これまでねちゃんと音源化してなかったものをさ、うん、集めてきて、まあもちろんそれをこう埋めるっていうか曲間にさ、うん、それのためのつなぐやつを作ったり、うん、一つの世界観を作ってあの曲順も構成されてるけども、うん、すごいやっぱ綺麗に収まってるなっていう感じがするのよ、うん、一連の流れがバッドガールから始まって最後あのうほほで終わるところまで、まあね、同じ人が作ってるんだけども全部が違うジャンル、違う時系列に作られたもの、うん、違う環境というかさで作られてるにもかかわらず、ちゃんと1枚のアルバムとしてすごい綺麗に収まってるなっていう、うん、本当はね、まあ、この間青木さんが持ってきてくれたおかげで EXIT の話、うん、もう少しできたけども、うん、すごくこう掘り下げたい気持ちはあるんだよね、私の中では。 EXIT、うん、めちゃくちゃ好きで、もう深夜テレビ貼って CM を録画したので、うん、すごいなんか当時めちゃくちゃ洗練されてるとか、今見ても結構おしゃれだなと思うんだけど、あれはね、なんか台頭らしからぬ、うん、赤抜け感だよね。すごいおしゃれ、うん、でも本当今流れてても、あ、何このゲーム、うん、って思うと思う。そうだから、あれで青木くんにあのゲームを作るにあたって、うん、俺が一つ要求したのは、要求したっていうか約束を取り付けたのは、この助けに来てもらうべき人が何人かいるけれど、うん、この男の子と女の子、これは本物の外人の子供を使いたいって言った。声に、うん、それだけは承認してくれっていうか、演出監督分かっといてくれって。あ、だって現場に少年が来て少女も来て、うん、もう金髪の青い目ですよ。ビジュアル的にもかなりコテコテだね。そう、うん、でなんか少年にすごい寒がってねって、なんか寒くなる要素が多分あったんだ、うん、助けに来てもらうまでの時間、うん、早く行かないと凍え死んじゃう、死んじゃうみたいな、うん、そういうのがあったと思うんだけど、すごい It's cold みたいなさ、おおみたいな、うん、すごいやるじゃんこの子と思って、もう一発OK。だって子役さんでしょ、うん、すごいね、もうあれ一発OK。だからその時青木さんが、青木くんがね、うん、子役にしてよかったって言ってた、うん、すごいね、漫画制作ショーの時に来てくださったじゃん、うん、ゲストで、その時にまだ裏にいる時かな、うん、それともまだ出た後かな、一回とにかく裏で喋ってて、あーお久しぶりですって言って、でそしたらなんか僕今日これ持ってきたんですって EXIT のパッケージ見せてくれたから、うん、もう大変だったの裏で私。なんですって言って、あれな、ほんとスマホ化したらいいのになと思うよね。そうだね、うん、今ほんとだ、なんていうの、今ってさすごくスイッチでさ安くライトに出すじゃない、うん、そんな感じで出てても、うん、いいような気がしちゃう。ダウンロード版として、だからわざわざパッケージ作らなくても配信できるじゃん、うんうん、出てほしいなと思っちゃうけど、なんか足かせがあるって言ってたよね。あ、そうなんだ、うん、それは分かってるんですよね。でバービーちゃんもなんかそんなようなこと言ってたり、ああイベントの時、うん、ほら私いろいろ別のことやってたりしてたから、うん、ちゃんとその内容をね
聞けてなかったからさ。そうなんだ。今だってさ、もう加速度センサーとかさ、あるからさ、いろんな面白いことできるだろうにね。早すぎたというか。ヒムジットはね、なんか最初オープニングの曲、こうステージ1みたいにフィアンと出るところのジングルを俺がね作ったんだよ、で作ったんだけど、それはねクラシックをサンプリングしたのを切り取り切り取りしたやつを組み直したのよ。いろんなパーツを組み直して曲にジングルに聞こえるようにして、で借り入れしておいたのね。したらなんかそっち気に入っちゃって、青くんが借り入れを、でいやダメだと、これじゃダメだ、俺のイメージはちょっと違うんだっつって新しいの作り直して入れ直したんだけど、もう青木さん的にはその借り入れで十分良かったんだね。うん、そっちを好きだったみたいね。なんでだっけな、なんかいやちょっとこれじゃ重いんだよねっていう話をして、あの絵面に対してシンセの音のがいいよっつって、プレイする人ってずっと聞くからね、ステージ変わるたんびに、まあでもなんかすごくこう愛だなって思うわ、青木さんの話はSE だったから、SE と全体の感じを見る役割だったから、頻繁に行ったね、企画屋さんのところ。それでゲームの進行状況とか、本来そうあるべきなんだろうけどおかしいなそうか、今至極まっとうなことを言ってるのか、本来は。そう、普段が違っただけで。普段が違った。頻繁に行っちゃちゃんと打ち合わせして、現状の確認をして作って、そうそうそう、というはずが、あの合わせにすら来やしね、